朔也さんの状態は落ち着いたわ。クーさん、どうかしたのかい？ケイさん、そんな。私はダメ。私にはケイ君みたいに長い間抑えておくことなんてできそうにないよ。このままだと私も鬼になってしまうから。うずきさんのこと傷つけてしまうかもしれないから。ねえ、だから私のこと、あなたは人にあだなす鬼を斬る者。私は木を断つ太刀を取る者。だから私を。だからあなたを。斬って。斬ろう。私の振る鬼切りで。星の光は遠い昔のもの。寒い空飛び続け、長い道のり越えてたどり着く。
私たちの先達。月が傾き夜が幕を引いて鮮やかに色づいた世界の中であなたと目覚めたら立ち上がり歩き出そう。地平線朝日に霞むどうしたの、ハトちゃん。なんでもないない、なんでもないよ。
うしたの、ハトちゃん。ごめん、ちょっと電話。うっそん、ハトちゃん、私かけてないんですけど。この携帯、別に陽子ちゃん専用ってわけじゃないよ。だけどハトちゃん、その曲って私の着メロ指定曲じゃなかったっけ？あ、この前データ空っぽになっちゃったから。この曲気に入ってるからまた使ってるけど。何よ、空っぽって何か。私とコツコツ積み重ねてきたラブを綴ったメールも何もかもそっくりパーになっちゃってるわけ。うん、うんってハートちゃん、あんたは鬼だ。愛の河原でいたいけな子供をいじめるような鬼だよ、あんたは。陽子ちゃん、ちょっとだけ静かにしてくれないかな。もしもし。もしもし、私千葉うずきと申しますが、波藤圭さんでしょうか？うずきってあれだな、ひと夏のアバンチュールで出会ったとかいうあの女か。嬉しそうな顔しちゃってまた。それはラブね、恋する乙女の顔ね。最近ハトちゃんそっけないのはつまりはそういうことなのか。こうなったら私も浮気してやろうかしら。って、すっごい美人。この辺の人じゃないわね。って、もしかして。ところで宇月さん、どうして急に電話なんて。あなたに会いに、かな。いや、ケイさん。どうして？ああ。
環境設定を保存するけどいいよね。